まあ言っても始まります今週の金曜からね。でその時にやっぱり中継どうなるんだとか、うん、開会式も実はこの時期になったらいろんな予測出るんですけど、うん、全然出ません、うん、でも大事なことがいっぱい散りばめられているのがオリンピックの開幕ということでもございます。2020プラスという旗が東京には、まあ、翻っておりますが、この前例を参考にすることができない東京の夏、異例ずくめでありますので、まあ、どこを見てもあこんなの今までオリンピックなかったねということになるんですが、まずその開会式からすでにいろんな話題が出てきております。はい、こちらご覧ください。で開会式で多分一番注目されるのは天皇陛下、金城陛下のですね、開会宣言なんとおっしゃるかということなんですが、実は毎回決まった文書を読み上げられているだけでございます。オリンピック憲章という、まあ、IOC が作ったオリンピックの、まあ、一種の憲法みたいなのがありまして、まあ、そこで、開催国の国家憲章はこう読んでくださいと。でこれ英語の原文を日本語に翻訳したものを、これ歴代の日本でのオリンピックの時も読み上げられているんですが、こういう文書です。私は第〇〇回近代オリンピアードを祝い、そして、まあ、今回の東京と名前がありますが、東京オリンピック競技大会の開会を宣言します。オリンピアードって何ですか？オリンピアードは4年ごとって意味です。というのはやっぱオリンピックはですね、我々と暦の数え方が違います、うん、ですので、まあ、第1回のアテネ大会から誕生してこの丸印には32が入ります、うん、はいはい、第32回近代オリンピアードと陛下が言われたら、それはアテネから誕生して4年ごとで32回という解釈をしてくださいということがまず一つで、まあ、これはね別に陛下が独自におっしゃることでも何でもありません。問題はこの祝うという言葉がですね、ちょっとこの間から宮内庁の記者会見でも質問がかなり出ております。で、まあ、原則でいきますと、まあ、陛下はこの文章をお願いしますと読まれるだけなんですが、今日本の空気はこうですかと。で陛下はやはり憲法では日本の象徴でいらっしゃいますので、その方が祝うという言葉を使っていいんですかというような質問が宮内庁の記者会見に出まして、西村長官は先月ですけどこう答えました。 IOC にちょっとこの祝ういう言葉だけ変えてもらったらどうですかと。例えば今記者たちの間で話が出てたのはオリンピアードに際し、つまり32回目の区切りの時は来ましたので開会を宣言しますでいいんじゃないですかというような話もあるんですが、長官はこう言いました。今のところありません。微妙なんですよこれ、政治家がよく言いますが今のところはありません。ということは、やっぱり陛下はこの通りやられるのかということなんですが、やはり長官が前も言われてましたが、陛下コロナに対してはやっぱり大変ご心配です。そうするとここにコロナの状況ではあるが、オリンピックの開会を宣言しますとおっしゃったら、これはいかんかということもあるんですが、これ何も IOC というのは法的なあれもありませんし、裁判所でもありませんし、うん、そう陛下が変えたから文句を言われる筋合いもないというふうに私は思うんですね、うんうん、はい、じゃあ過去変えて言うたことのある人はいないのかと、うん、米国は変えたんですよ、うん、でソルトレイクの時に、まあ、その IOC の文章を書いたというのも付け足したんですね。誇り高く決意に満ちた偉大な国、はい、もうこの偉大な国という表現だけはね、もうオバマさんであろうがトランプさんであろうがやっぱりこれを言ってアメリカの方はうわーっとこうなるわけです。さすがに IOC は文句は言いました、文句は言いましたけど相手にならないと思います。もう世界の超大国のトップですからね。だから今回もこの陛下がお帰りになるかどうかは実はギリギリまで側近でもわからないだろうと言われます。というのはやっぱり金城陛下は上皇さんもそうでしたけれども、ご自分が発信するときに最後までご自分で筆も入れられますし、ご覧になるわけですね。だから入れるかどうかは何べも今日言いますよ、僕は知りません、分かりません。しかしやっぱり祝いという言葉を取った、もしくはコロナという言葉を入れたというだけでも国内外ではトップニュースになるだろうというふうに言われています。どうなるか。さあそして2つ目でございますが、開会式の中継です、うん、これどうテレビカメラは撮りましょうか。で、まあ、当然のことながら無観客ですが、その無観客の表し方っちゅうものはやっぱりありましょうということなんです。でこちらご覧いただきます。でね、当然無観客です。無観客なんだから無人の観客席だけ取っとけばいいかという話になるんですが、これね国際代表映像です。世界中の人が同じ、まあ、画像をご覧になるということになりますと、やっぱね、無観客席見て日本人が思うことと海外の人が思うことはやっぱ違うわけですね。で日本人はですね、
無観客納得してます。でむしろここにさあ来た来た、もう嫌われ者とまで言われてしまっておりますが、 IOC の外国人、どう見ても外国の関係者が座ってるとですね、これ今の日本の空気としては、え、自分たちは切符買っても見られなかったのにと、こういう空気になるわけですが、しかし海外の方からするとちょっとあまりに特殊ではないかという取られ方もする。そこで、これもですね、私の小耳に入った話を申し上げますと、やたらアップでどうですかと、選手団、それから、まあ、おそらくその東京オリンピックのパフォーマンスが行われる、もうその方のアップアップアップでどうですか、で、どうもね、これがその国際映像を撮るアメリカのテレビ局なんかでも検討されているそうです、はい、外国で例えばエッフェル塔の下で見てる人、あるいはハワイのヤシの木の下で見てる人のリモート映像にバンと、お客さんもこれで見て喜んでます、例えば知りませんが日本の歌舞伎のようなものが出てきた、すごいじゃないかというのが会場で撮れないから、海外のリモート画面に変えてしのごうと、さあそして3つ目です。これは組織委員会も非常に苦慮しております、無観客ですほとんどね、ところが絶対無観客が不可能な競技が3つありますね。マラソン競歩、そして自転車のロードレース、これは沿道から見ることができますので、切符があろうがなかろうが関係ないわけですね。でこの札幌です、ここは、マラソンと競歩があります。当然お住まいの皆さんにはなるべく応援はご自宅でしてください、出ないでくださいと言っておりますが、気になる話はこの特にマラソンの前日、札幌市のホテルの予約がかなり入っているそうです。ということはよそから来るということです。でこのよそから来るのまではどうやっても日本の法律では規制が難しい。だからこのなんとか札幌周辺で収めてくれないかなということで、まあコースもいろいろ検討されたと思いますけども、まあ一応札幌周辺で収まってます、この2つのコースですから。北海道の皆さんは自粛をしていただいて、警察もそれなりの人数の見込みが立ちます。予測が立たないのがロードレースです。なんせ距離が240キロ、もうマラソンのはるか6倍以上です。この沿道の警備およびそこを立たないでください、もうお家で見てくださいという注意を誰がやるのか、この秘策についてはいろいろまだ検討されているようでございます、さあそして、このオリンピックですね、まあいろいろ議論ありました、賛否両論ありますが、最終的ですよ、気が早いですがね、終わった後にやっぱりいろいろあったけども東京オリンピックやってよかったよねという条件は何でしょう。ご自宅で見ていただいて、オリンピック終わってみたらむしろ減ってましたと、これをなんか非常に期待してるみたいです。でだからまだね、まあ、一部の政治家もしくはその IOC の関係者からパラはお客さん入れられませんかみたいな話がありますでしょ。でそれはこのオリンピックの前段、オリンピック期間中のところで感染者が減ってくれることを期待しているようでございますが、もう今日は全編通してこれです。それこそ予想できません、はい、ですから、まあ、今週からオリンピックが始まりますけれども、全てが前代未聞という視点でそれぞれのイベントも見ていただければ。